足柄平野周辺の地形図平野の東園から北園にかけて断層帯がある神奈川、構図、松田断層帯は富士山の登録から丹沢山地の南六、大磯丘陵西園、構図を経て相模湾に至る断層帯である。相模トラフを陸地方向に延長した線上に位置し、プレート境界から分岐した断層と考えられている。北西から塩沢断層、 平山断層、日向断層、松田北断層、甲図、松田断層とそれに付属する断層から構成されており、静岡県御殿場市から、寸東郡小山町、神奈川県南足柄市、足柄上郡三北町、松田町、大井町を経て、小田原市から、相模湾に至る、長さ 50km 以上の永久活断層である。塩沢断層は、 左横ずれ成分を含む北側流起の逆断層で地表部分に認められる長さは 10km 程度。地下の副材断層を含めた長さは 15km 以上の可能性が指摘されている。平山断層と日向断層は西側流起の逆断層成分を含む左横ずれ断層、松田北断層は左横ずれ成分を含む北側流起の逆断層。 平山ひなた松田北断層は北伊豆断層帯の北方延長であるという考えもある。構図、松田断層は北東側流域の逆断層と推定されている。1930年、大塚矢之助により命名された。神縄断層は以前は活断層と考えられていたが、2009年から2011年の調査で約35万年前に活動を停止したと、 判断されたことから、構図、松田断層は、相模トラフの分岐断層とされ、名称についても、構図、松田断層帯に変更された。相模トラフから沈み込むフィリピン海プレートの北縁部に一致している。日本の活断層の中では、地震の発生確率が高いグループに属している。現在を含む今後数百年以内に、変異量10メートル程度、 マグニチュード8程度の規模の地震が発生する可能性があるとされている。特に、塩沢断層帯は今後の30年間に M6 クラスの地震が発生する可能性は4%以下であるが、日本の主な活断層の中では発生の可能性が高いグループに属する。地震テクトニクス上の見解は、複数あり、相模トラフ内のセグメントとは独立に活動し、 タンザン産地や大磯丘陵を持ち上げる、大磯型地震を引き起こすとする説と、関東地震を200から300年ごとに引き起こす、プレート境界断層から分岐した、副断層の一つとする説があったが、構図。松田断層は、相模トラフのメガスラストの分岐断層であることが分かり、相模トラフ巨大地震の発生と同時に活動すると見られている。構図。 松田断層の最新活動時期は、西暦1150年から1350年の間であると推定されており、相模トラフ巨大地震であった可能性がある1293年の鎌倉大地震の起震断層の一つである可能性がある。過去約6000年間に約20メートルの上下変異をしているとされているほか、1995年から1996年に、 かけて実施されたトレンチ調査によれば、3000年間で4回、あるいは5回の変動イベントが確認されている。山崎らの調査によれば、最新のイベントは、約2300年前とされている。塩沢断層帯最新活動時期は不明、平均活動間隔は800年程度以上と、推定平山松田北断層帯最新活動時期が、約2700年前。 約2万1000年前以降に5回の活動と推定。人志活動間隔は約4000年から5000年程度。構図、松田断層帯新活動時期は12世紀以後、14世紀前半以前。平均活動間隔は約800年から1300年程度。ありがとうございます。